お嬢様、ご機嫌麗しゅうございます。さて、今回ご紹介するお食事でございますが、今回はダヴィンチの中でもこちらペペロンチーノでございますね。アサリと小柱のペペロンチーノをご紹介したいと思います。実はこちらには季節の野菜がふんだんに使われておりまして、わけぎでございましたり、プチベールという、これは平成に入ってから生まれた芽キャベツ、ケールを掛け合わせたお野菜でございます。お味はほのかな辛みがございまして、小柱、アサリの風味、非常に食べやすいパスタでもございます。ということで、では早速頂戴いたしましょう。いただきたいと思います。もうパスタ、やっぱりこれは固くなってしまう前に、そうですね、一度、よくかき混ぜていただきたいですね。はい、こちらはよろしくお願いします。オイルとよく絡めていただきましょう。小柱さん、若干緊張してる。緊張しますよ。今回こそ食べられるんでしょうか、私は。あ、もちろんですよね。そのために今かき混ぜてもらってますでしたらもう安心して、はい、なんか我々だけがね、いただくというのもやっぱり、その、お味をご紹介する分でですね、やっぱりちょっと熊川の意見も聞きたいというお嬢様のやっぱり言葉も、今こうファインダー越しにちょっと私感じております、はい、ということで熊川さんにも今回はいただく権利ありますので、はい、まずは年功序列で、はい、香川さんに、さようでございますか。ではいただいてもらいたいと思います。さようでございます。一旦では置いていただいて、はい、お言葉に甘えて頂戴いたしました。美味しくかき混ぜたんで、ぜひ召し上がってください。ありがとうございます。この非常に香りがもう食欲をそそられますね。まずではペペロンチーノというと、はい、やっぱりニンニクの香りでしたりが気になるお嬢様いらっしゃると思うんですが、はい、ただお屋敷でお出ししておりますペペロンチーノとは、そういったところもシェフが非常に考えておりまして、臭みが残りにくいものでございましたりとか、処理の仕方によって、お味を調整しているということでございます。あと辛さもやっぱり辛すぎないように調節しておりますね。さようでございます。いかがですか。生麺でございますけど、もちもちとした食感が最高でございますね。そして小柱とアサリの、はい、この魚介とペペロンチーノの相性というのはやっぱり間違いございませんか、ね、うん、最高でございますね、はい、そしてデトックス効果もございますから。あ、ございますね、うん、香川執事はこれまた美味しそうに食べるんですよ。最高でございますね、はい、そうですね、なんかこう我々も早くいただきたいなという気持ちになって。玉木さん、毎回食べられてるからいいじゃないですか。え、私ここ2回今のところまだ食べられておりませんからね。いや、もう一口と言いたいところではございますが、じゃあ玉木さんどうぞ。お次はじゃあ私が、うん、ではいただかせていただきます。もう辛すぎずといったところではございますが、やはり必要なこう舌への刺激でございますねを感じられて、もう最高のバランスが取れたペペロンチーノであるかと存じますね。いや、香味というのはやっぱり食欲をかきたてますからね。さようでございますね。いかがでございましょう。さようでございますね。こうやはりちょっと辛いのが苦手な方、ちょっとこうご相談必要かなっていうぐらいの辛さでございます、ね、ただ普段から辛いのお召し上がりになったり方には全然このくらいの辛さでちょうど良いかなと私は思っております、はい、一般的な辛口の食べ物に比べますとやはり食べやすくはありますけれど、刺激が極端に弱いというお嬢様、そうした方はお気をつけになった方がいいかもしれませんね、はい、さあそういった注意は、またこの魚介もプリプリして、うん、新鮮なものをこう使っておりますので、魚介その歯ごたえ、プリッとした歯ごたえと野菜のシャキッとした歯ごたえ、口の中で踊るような感じですね。そうですね。それをパスタの麺が包んでくれるといったこの三位一体となった親父が、とても印象的な、我々からすると、はい、なんかこう、はい、毎日でも食べたいような食事でございますが、毎日食べたいですよね。いただくのはお嬢様でございます。あ、じゃあ熊川さん、ぜひ。やっと私の番。お時間。あ、さようでございます。ちょっと待って、お時間。では、申し訳ない。確かに。やっと私のところまで来た。熊川さん、香りを。香り、ちょっと一回、吸って。吸っていただくということで、表していただければと、はい。食べたいです。食欲を非常にそそります。はい、ということでお嬢様、もしご帰宅された際にはこちらも選択の一つに考えていただければなというふうに、ご冗談でございます。ではお早いお帰りをお待ちしております。ごきげんよう、お嬢様。ごきげんよう、お嬢様。